シオンタンは、なんか、覚えてないっていうの。なんか、でも確かに、確かに、無言だ、ずっと無言だったシオンタン何にも喋らずに、手だけ動かしてたの、ずっと。でも、寝ぼけて触っ、リト？勇気リト？勇気リト？もしかして、トラブル？そう、なんか、寝ぼけてたのか知らんけど、ずっと触ってたの、絶対夢、絶対触ったのに、最低、もう、絶対触った。夢じゃないもん。ほんとだよ。シオンタン、あんた何も喋ってなかったけどね、手は動いてたよ。確実に動いてた。だって船長、それですごい。うん。まあ、それで船長は、めっちゃ触られて、ちょ、ピンクモードに入っちゃってですね、もう、ちょ、気持ちくなっちゃって。なんで、こんなめっちゃ触ってくるんだ？シオン、お前、性に興味津々なのか？すごい好奇心。ピーコも、年下のガキに、わからされちゃってるーって思って。マジ、本当に気持ちよく、なっちゃって。いや、そんで、ま、でもそれでもね、触り続けて、来てて、いや、もう、逆に、ここまで来たら、もう吸ってほしい。逆に、なんだろう、船長が吸うとかじゃなくて、シオンタン吸って？もう吸ってくれないか？もうこちらから言う勇気は、ないから、もう、自発的に吸いに来てくれ、シオン。頼む。もう、船長は拒絶しない。拒絶しないよ。マリンは、受け攻め診断で、誘い受けだったから、待ちに徹しちゃうよって思って、ずっとハーハーしながら待ってたんだけど、待ってるうちに寝落ちしちゃって。いやいや、あんた、だってさ、一晩中。でもさ、何？船長がさ、あんた、さ、船長が手でさ、隠したらさ、隠したら今度は耳触ってきたよな。知らないよ、そんなの！あったじゃーね、なんで、捨てる気がしよう！捨てないよ！捨てない、別捨てないけど、ちょっと覚えてないよ。ね、こんな、そんな態度取っといて、じゃあ次さ、次さ、あー、おもろいな。泊まり行った時さ、同じことさ、するんじゃないの？いや、わかん、知らないもんだって。してほしいってこと？この漫画よ、漫画のような話を。いや、あったの！これは事実！本当にあったこと！妄想じゃない！妄想じゃない！妄想！妄想じゃない！妄想を現実にしてほしいってこと？してほしい。してほしいけど。でも、これはあったの！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 でも、次もしてほしいよ。次もしてほしいけど。あ、これは分からなかったことにしないでって言ってんの。じゃあ、あったみたいってことにするか、じゃあ、まあ。そう、新しいです、こんなことが。あったの！新しい船長の記憶の中では。なんでなかったことにしたいのか、教えて。